こんにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、今日はサイドで作るヘアアレンジを紹介していきたいと思います。ちょっと珍しいんですけど、はい。いつもは後ろで、ヘアアレンジしてると思うんですけど、うん、まあ、写真を撮るとかの時って後ろでこう可愛いアレンジしててもやっぱ映らないと思うので、今日はちょっと映えを意識してちょっと横でおしゃれに可愛く作ってみました、うん、ですので皆さんぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。リレイのオイルを使います。3滴出します。髪全体になじませます。全部の髪の毛をサイドにまとめてゴムで結びます。空洞を作り、内側から外側にくるりんぱします。外側の部分だけ軽くほぐします。毛先を3つに分けて三つ編みしていきます。毛先をゴムで結びます。細めのスカーフを使います。スカーフを上のゴムに結びます。ここに上からスカーフを入れます。もう一つの方を少したるませながら次の穴に入れます。こちらのスカーフをここの穴にまた少したるませながら上から入れます。反対側のスカーフも少したるませながらここの穴に上から入れます。2本を前で結びます。下から髪の毛をほぐしていきます。サイドで、アレンジをすることによって鏡を見ながらできるので、まあ、バランスが取りやすかったりとか、あと手を上げる負担も少ないのですごいおすすめになります。ぜひやってみてください。バイバーイ。